皆さんこんばんは、安藤梅田です。今日はですね、ミケという勝利の女神ミケというゲームのガチャを引いていきたいと思います。はい、これがですね、今ニーアオートマタっていうプレステ4のゲームのコラボをやってるんですね。はいはい、このね、一番手前にいる白い髪の女の子、これ QB っていうんですけど、なんか、音楽が混ざっている。大丈夫？これで正しいのか。はい。まあ、その歌をオートマタのコラボガチャがあるので、弾いていきたいと思います。でですね。で、もう、ハーフニーユニバーサリーが、4月にあって、で、その時の生放送の時から、この、カリニアオートマタコラボっていうのが、ほのめかされてたんですよね。はい。で、ようやく来たということで、もうこの半年、ね、じゃあハーフニーバーサリーからずっと貯めてたんですよね。もうこのカメだけに。ね、このカメだけにやってきてたから、そこまでモチベーションもなく、ただただ、石を貯めているだけだったんだけど、はい、ここでね、散歩をしていきたいと思います。このゲームの、やったことない人のためにご説明しますと、このゲームは散凸っていうのはとても大事なんですね。はい。で、ここにレアリティのあるキャラがあると思うんですけど、この黄色のレアリティが一番最高レアリティなんですけど、で、この、マクスウェルちゃんがいて、で、このマクスウェルちゃん、一番のお気に入りなんですけど、右上に星が3つついてると思うんですね。これは散凸してるっていうことなんです。で、散凸すれば何がいいかっていうと、レベルの上限が、200になるんですよ。200レベルになって。はい。で、右上にライっていう子がいるんですけど、はい。で、これは、レベルが160がマックスなんですよ。二凸しかしてないからね。そう。で、この SSR が、最高レアリティに SSR だけが散凸ができるんですよ。で、それ以外のこの紫の SR とかは、二凸までしかできないんですね。だから、本来、160レベルまでしかいかないんですよ。そう。で、この散凸 SSR だけが200レベルいくっていう、そういうことになってます。はい。それでですね。はい。これシンクロデバイスというものがありまして。で、このシンクロデバイスは、レベルがトップ5の人が並んでるんですね。はい。レベルトップ5の人が並んでて、で、この下に羅列されているキャラクターたち、この人たちが、この5番目のトップ5の5人目の人の、レベルに、なるんですよ。そう。なので、この一番上の5人のキャラクターを、ちゃんと SSR にしないと、みんながレベル200に行かないっていうことなんですね。そう。だから、初心者の一番の目標は、このちゃんと SSR を5体、もう何でもいいから、5体見つけるっていう。見つけるっていうか、5体ゲットするっていうね。それが一番の課題になってます。なので、まあ、無課金とか美課金の人はね、このガチャ引くならばもう散凸する勢いでやる感じですね。で、散凸できなさそうならもう引かないみたいな、そういう感じが必要になってます。はい、それでね、ガチャ引いていくんですけど、このね、右上の虹色のチケットがあるんですけど、71枚って書いてるやつね。これが、まあ、無料でしてる、このガチャ券ですね。はい。で、右下の、この25っていうのが、まあ、言ってみたら天井でキャラ交換できるんですけど、で、その天井でキャラ交換できるためのチケットってことですね。はい。なので、一応、天井システムがあるんですよね。そう。で、天井システムが、中央政
統合電子補給システムです。はい、天井システムがあって、ここですね、あの200チケット貯まれば KB1 体と交換できるっていう、そういう仕組みですね。はい、ということで、まあ天井1回とちょっとぐらいはしてるシガの帯では、早速引いていきましょう。いや、本当にかっこいいな、トゥービー。じゃあ、いくよー。てかね、ガチャイスがね、かっこいいんですよ、ニケは。で、これ、こうなってて、こう引っ張っていくと、青になったり、紫になったりして、で、黄色になったら、SSR 確定なんですけど、紫ですね。で、この、バーンってなるんですけど、このバーンが黄色だったら昇格演出で、これはまあダメなやつなんですけど。はい。では、24目行きましょう。そうですね、SSR 来てくれないと、ドキドキもしないので、行くよー。あ、黄色なった、黄色なった。行け。QB 出るかな？お願いします。ソルジャーイーグル参戦します。何でも。この辺はね、TRT の子たちですけどね。あ、アブノーマル。これ QB だ。やった。私の名前は QB。やったやった。いきなり QB 出た。これはモチベーション上がるな。もう一枚あるの？ KB じゃないけど。あはは、4か。いや、3得してるのに、これは、あれだね、かぶっちゃってね。何でも任せ。なんかマックスエルちゃん、強いんですけど、あれだね、結構縁があるね。量産型だけど、何でも任せてちょうだい。オッケー。いや、素晴らしい。よし。じゃ、この勢いで引いてみましょう。あと3、あと2枚出ればいいのか。天井で交換できるからね。いや、マジで嬉しい。いや、下手したらこの後に控えてる A2 のガチャも引けちゃったりして。あ、ダメだ。ダメだね。これはもうダメなのよ。よっしゃ、行くよ。40連目か。あ、ダメかも。あ、いた。これがね、昇格演出。ソルジャーファルコン。どうかなぁ。あ、なんか、変な色になってるけど。やった、渡してた、嬉しい。いや、本当にそうなのか。出た。準備できている。いや、マジ嬉しい、やった。いや、これもう2手続けるか。ちょっとね、散髪できなかったらね、ちょっとね、やめようかなと思ってたんだけど、忙しくて。いや、神ゲーなんだけど。何でも任せてちょうだい。未決だよね、神ゲーなんだけど、忙しくてね、今できてなかったからやめようかと思ってたけど、いや、これが嬉しい。これはもう続けろということですね、トゥンビーさん。え、こんな出るんだ。なんか違う、普段やってる某ソシャゲの間に確率と同じように考えちゃダメだよね。あー、また来たん。いや、そうだよね、だってあのね、いつもやってるソシャゲとは違うんだもん。え、マジで？アブノーマルってことは。やったー！私の名前はトゥービー。いや、さ。準備。やば、パチャってこういうもんなんだよ、きっと。いや、どうなんだろう。金引きしてるの？わかんない。このゲーム、ずっと貯めてたから、どんなもんなんかわかんないんだけど、それじゃオール。いや、私の知ってるゲームはこんなに弾ける感じじゃない。たまに、ねえ。え、マジ？
ありがとうございます。え、神引きですかこれ。すごい。え、三択できちゃったじゃん。け。嘘。すごい。え、これさ、全然石とか余ってんだけど。え、石もつけても余ってるんだけど。いえ、これは A2 も引ける。あの、オートマタのね、キャラクターで。まあ、三人目の主人公ね、A2 って言うんですけど。マジかー。あー、しかも A2 やるんだったら、ね、髪短い方のスキン欲しいな。え、すごいな。こんなに引けるんだ。え、やっぱ、このゲーム神ゲーですか？ちょっと、このゲーム神ゲーだった。いや、神ゲーなんですけど。マジか。そうだよ。そうだよ。ほんと、なんか、いつも報われないガチャばっかり引いてるから。こんな、よし、行こう。一つ目。支援に感謝。最高ですね。三突目か。ボディ強化完了。やった。何これ。あ、壁紙。うわ、マジかっこいい。これで、ね、ビューモード見えるからね。そう、この構え。いや、マジかっこいいな。めちゃくちゃかっこいい。いや、一応これね、剣なんだけどね。剣なんだけど、ドドドドって言ってんだけど。ミニキャラはどんな感じ？アミキャラかわいい。いや、マジか、嬉しい。超嬉しい。すごいなぁ。で、このね、声優さんの石川由依さんっていうんですけど、見て、このね、メインヒロイン、このゲームの、このゲームオリジナルの、ヒロインがいて、同じ声なんですよ。どの子だ？ラピって言うんですけど。ラピちゃんどこ？あ、いたいた。命令をお待ちしております。そう、一緒。なんかもうキャラも一緒なんだけどね。そう、なんかね、並べて使いたいよね。はい、ということで、神引きガチャでした。これはもう、あ、そう、レベル上げしよう、レベル上げ。いや、ガチャ引くってさ、楽しいんだね。ガチャ引く楽しみを知らなかった。いや、知ってたけど、忘れてたよ。ガチャって楽しいんだよ。そう、なんか、苦行としか思ってなかった。作戦の説明をお願い。どれぐらいレベル上がるんだ？ボディ強化完了。あら、そんなに上がんない。まあまたね、ちょっと他のキャラから経験値もらってきていきましょう。力の差を知れ。いや、いいですね。最高。はい、ということでね、今回のガチャ動画終わりました。なんか、わけなかったね。こんなにいけると思ってなかったから。力の差を知れ。じゃあまた、E2 ガチャ来たら引こうかな。見てくれてありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。